はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、SNS クリエイターとして1ヶ月で63万円の収益を達成した方法ということで、アスカさんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、お願いいたします。まずはですね、アスカさんのフルネームを教えていただきたいなと思うんですけども、はい。杉崎アスカです。杉崎アスカさんですね。はい。はい。はい、現在はどういったご活動をされていらっしゃるんでしょうか。今はですね、SNS クリエイターとして、SNS クリエイターの講座に入ってやっていまして、もともとは、英語講師の方もしています。あ、なるほど。英語講師としてもやられていたと。じゃあ、一般なんか、例えば看護師をしていてとか、会社員をしていてっていうのではなくて、まあ、英語講師だけもともとフリーで。違います。もともとは幼稚園教諭でした。あ、すみません。もう一回お願いいたします。もともとは幼稚園の先生でした。あ、幼稚園の先生だったんですね。はい。で、その後留学をして、そこから英語講師という形になった。なるほど。そこで留学を経て英語講師を経て SNS クリエイターとして今活動していると。はい。はい。これ素晴らしいですね。はい。ちなみになんですけども、実際 SNS クリエイターとして今学ばれてから期間で言うと、いつ頃から学び始めた感じですかね、うちの学科で。5月にまず最初に SYK の方には入ったんですけど、その段階では英語の発信をしていこうと思っていまして、で本格的にもう SNS クリエイターでってなったのが、まあ、9月ですね。うんうん、そこはちょっとまあ方向転換ではないですけど、ちょっと SNS クリエイターの方に重きを置いていこうと。そうですね、やっぱりすごく近くで実績を出している人たちを見て、うんうん、でしかも山崎さんだったり、北野さんが作った人からそれを学べる、このしかも初期の段階っていう、このチャンスがいかに大きいのかっていうところ、気づいて、まあ、英語はね、好きなので、いつかはまあ、今もやってるんですけど、それと比べると、この今のチャンスの大きさっていうのに気づいて、SNS クリエイターを。あ、なるほどですね。まあ、結構ね、ありだと思うんですよ。今すでに商品を持っているけども、SNS クリエイターとしても活動していくっていうのも全然ありだと思うし、まあ、二足のわらじでもね、全然稼いでることできるので、でしかもあれですね、アスカさん、今、マスターマインドにうちの最高クラブにも入っていただいてるっていう。それが9月で、そこでもう決心した感じですね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、今、今度を撮ってるのは10月の、2日なので、まあ、大体1ヶ月ぐらいで、すでに63万円の収益が出ていると。はい、はい、いうことですね。ちなみにうちの学科を知っていただいたきっかけっていうのは何がきっかけだったんですかね。山崎さんの LINE で、それももともと英語講師の、まあ、尊敬している方がこの人の配信すごいよっていうのをずっとお伺いしてて、あ、そうだったんですね。じゃあうちの共同代表の山崎の LINE やって登録して、はい、そっから、はい、そうですね。なるほど、なるほど、かしこまりました。で実際今ちょっと実績ってところもね、また改めてお伺いをしていきたいんですけども、売上、まあ、実績面でいうとどんな感じですかね、1ヶ月経ってみて。そうですね、売上がまあ今、先ほどおっしゃったように、63万円ですね。はい、63万円と、はい、いうことですね。でもな、すごいですよね。1ヶ月目にもこれだけの収益を達成して、ぶっちゃけどうでした？気持ち的に。いや、本当に、もう驚いてます。私、多分こんなに迷った人いないんじゃないかなっていうぐらい、はい、マスターマインドに入るって決めてからも、英語で行くのか、クリエイターで行くのか、すごく悩んだんですね。なるほど。でも本当、山崎さんも、そんな悩む私に付き合ってくれて、お話聞いてくださったりだとか、もうやっぱり周りで成功している人たちにやっぱ相談をしたので、その人たちの後押しっていうのがやっぱり強くて、でもやらない後悔をしたくなかったっていうのが一番大きかったですね。やらない後悔をしたくなかったと。もう今だから、でこんな風に出れるなんて当時は思ってもないし、今までもね、いろいろ失敗もしてきて今があるので、やっぱそうなんですね、いろいろあったんですね、過去にも。そうですね、でもそう、英語に関してもね、やっぱ本当にいろんなセミナーに行ったりだとか、勉強会とかで、もうノウハウはいっぱい持ってるけど、収益にならない、なりにくいとか、もうそういった過去もいろいろあったりで、
そうなんで、今回ね、本当に1ヶ月でこういう数字が出たっていうのに、私が一番驚いてますし、選択する先を間違えなければ、自己投資って結果が出るんだなって、なんか初めて思ったんですね。そう、選択する先さえ間違えなければ、自己投資ってね、本当に、本当に、なってくるんで。すごい、やっぱ、お金もね、お金なんで、すごい迷ったんですよ。けどやっぱり今は決断してよかったなってすごい思うんで、今こうね、なんか迷ってる人、私もやっぱりそんなに、ね、収入に余裕があるわけではなかったんで、そういう人たちのね、こう変われる転機になったらなって思って、こう SNS クリエイターになりたい人の背中を今度は私が押してあげたいですね。そんな数字を見るなんて1ヶ月前の私は思ってもなかったですね。らしいですね。で、実際うちのね、SNS クリエイター本講座もあって、で、マスターマインドはね、うちの中でも一番高額なスクールには一応なってるので、そこにバッて飛び込んですごいなと思いますけどね。やっぱり実際にちょっと次に聞いていきたいのが、そのアスカさん自身が、その SNS クリエイターとして、SNS とかをね、SNS クリエイターってどういう仕事かっていうと、その SNS のね、投稿のサポートをすることで、そのお金をいただけるっていうね、お仕事なんですけども、その SNS の運用するときにアスカさんがなんか意識されてるポイント、例えばアスカさんってツイッターとインスタだとどっちが得意とかってありますかね、個人的に。そうですね、最初に習ったのここでツイッターなので、フォロワー数とかはそちらの方がやっぱり設置ましたね。で、インスタ講座が後から始まったので、そちらはおいおいって感じで今発展中って感じですね。昔からやってたのはインスタなんですけど、ツイッターは本当に5月から始めてって感じですね。そうですね。ツイッターでなんか伸ばすために、アスカさん自身がこれ大事だと思うみたいなとか意識されているポイントとかもしあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。私アカウントが2個ありまして、最初英語のアカウントを作った時には、今もあるんですけど、とにかくフォロワー数を伸ばすっていうところに意識をしてたんですね。で、やっぱりフォロワー数はもう結構だけど、1200超えているアカウントがあるんですけど、そこでコミュニケーションを取るっていうところにやっぱり比重を置けなかったので、強いつながりっていうのが持てなかったんですね。フォロワーの人とのコミュニケーション、そうですね。だから本当にフォロワーの人とのコミュニケーションっていうのがすごく大事だと思ってます。クリエイターの方のアカウントはそこを意識してるので、やっぱり濃いつながりができると、応援してくださる方がね、いっぱい増えてきたりだとか、お初に対してリプをくれたりだとか、切り番近くなった時に、応援してもらったりだとか、お祝いもらったりだとか、そう、なんか会ったこともないこのネットのつながりでこんなに応援してもらえるとか、刺激になるとか、やっぱりつながりを大事にするところが大きいなっていうふうに思ってます。そうですね。なんかよくあるのが、ツイッターとかって本当にフォロー申請とかでも1アカウントで1日本当30人以上やっちゃうと結構ね、アクションブロックかかっちゃったりするんですけど、ツイッターの場合って別にフォロー申請をこっちからダーってやったりしなくても、そのコメント周りとかうまくちゃんとターゲットのとこにちゃんとしたリプ周りのやり方をやっていったりとか、コミュニケーションを取っていったら、それだけで本当1日30人とか50人とかフォロワーって増えるんですよね。そうだから結構ね、そのツイッターっていうのはその拡散力っていうところと、あとはそのフォロワーの人と そのコミュニケーションっていうのがね、インスタとかフェイスブックよりやっぱりより強い媒体でもあるので、だからこそね、よく芸能人とか著名人がなんかツイッターでなんかホリエモンがなんか炎上してるみたいになったりしますけど、まあね、本当このコミュニケーションありきのね、媒体なので、そう、杉崎さん的にはもうこのツイッターはもうとにかくこのコミュニケーションっていうところを意識したリップ周りとか、ね、コメント返信っていうのを意識した方がいいよと。はい、そうですね。なるほどですね。かしこまりました。でも最後になんですけども、僕が来たのであったりとか、もしくは山崎の、最初のファーストインプレッションですね、見た時の印象っていうのももしあれば、思っていただいたことをもうそのまま言っていただいて大丈夫なので教えていただきたいなと思うんですけども、はい、そうですね。最初の印象というのが、こういうふうにすごい稼いでる人っていうのはもっとなんか高級ブランド全部身を包み、すごい高級会社に乗り、
なんか俺すごいぞみたいな感じなイメージがあったんですね。こういうのをやる方っていうのが、はいはいはい、ね、もうゴリゴリっていうやつですよね。そうです、ゴリゴリなイメージみたいな。そうそう、北野さんと山崎さんは全然そんなことがなくて、なんかこの人たちなんか人間味があるっていうんですかね、ナチュラルみたいな人間味、うん、一般庶民の感じが分かってくれそうな気が、うん、今までの過去の、ね、エピソードとかを聞いてもなんかそういう風に思えたんですよね、うん、ああなるほどなるほど、もうすごいのにね、それをすごく前面に出してる感じがしないところが、うん、素敵だなって思いました。あなるほどね、まあ、そう言っていただくとすごい嬉しいですね、うん、なるほど。じゃあこれからね、まあ、最後の、飛鳥さんへのご質問になるんですけども、まあ、当時あの一歩踏み出す前の、自分に対して今の自分から何か一言、言葉を投げかけてあげるとしたら、どういう言葉を投げかけてあげたいと思いますか？やらない後悔をしないで、ちゃんと自分で決めて進んでよかったねって言ってあげたいですね、うんうん、もう本当に悩んだので、うん、本当に悩みました、うん、でも今なら良かったって言います。あなるほどですね、相当悩まれたってことですよね。本当に行動に起こすまでに、はい、本当に相当悩みました、はい、まあ、でも決めたからこそね、まあ、今の現実があるっていうことだと思うので、はいはい、ぜひこれからもちょっと、ね、ご活躍楽しみにしております。はい、はい、で今回ね、最後に飛鳥さんの動画を撮らせていただきまして、まあ、飛鳥さん自身もですね、SNS クリエイターとしての、ね、お役立ち情報をご自身の LINE の方でもね、発信をされていらっしゃるということで、その、ね、リンク、概要欄にも貼ってあるんですけど、今飛鳥さんの LINE にね、お友達になっていただくとプレゼントがいただけると、はい、はい、いうことで、そのタイトルもしあれであれば教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、はい、月3万円から10万円の収入を得る SNS クリエイターの教科書という名前でプレゼントをお渡ししています。 SNS クリエイターの教科書と、はい、これが、無料でいただけると、はい、そうですね、はい、いうことですね、はい、なので、まあ、ぜひね、飛鳥さんの、ね、LINE 本概要欄からぜひチェックして登録してみていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、ということでね、飛鳥さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。